入ってもいいですか？はい、どうぞ。失礼します。こんにちは。はい、こんにちは。私はイマンバルワと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。とイモンボルワですね。はい、はい、わかりました。イモンさんはまず簡単に自己紹介してお願いですか？はい、はじめまして、私はイモンボルワと申します。今28歳です。誕生日は1995年の6月の17日です。今日本語の学生です。趣味はサッカーをすることです。コックスバザーから来ました。シャンジャパニーズトレーニングセンターで日本語を勉強しています。どうぞよろしく言います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。あなたは結婚されてるんですか？結婚はしていますか？いえ、独身です。はい、わかる。あなたの生年月日教えてください。1995年の6月の17日です。あなたはどこで生まれましたか？コックスバザーのラムです。はい、コックスバザーはどんな町ですか？コックスバザーは賑やかな町です。ね、コックスバザーで何が有名ですか？海と山が綺麗です。綺麗ですね、わかりました。あなたは日本に行きたい理由は何ですか？勉強しに行きたいです。はい、日本を選んだ理由は何ですか？日本は平和と安全国です。日本人は親切な人です。日本の勉強はとてもいいです。日本の学費は他の国より安いですから、日本へ行きたいです。わかりました。日本で何を勉強したいですか？日本語を勉強したいです。日本語を勉強した後どうしたいですか？大学で入ります。大学で何を勉強したいですか？マネジメントを勉強したいです。マネジメントを卒業したら次どうしたいですか？国へ帰ります。国へ帰ったら何をしたいですか？銀行で働きたいです。あなたの将来の夢は何ですか？銀行員になりたいです。銀行員になりたいですね。家族は何人ですか？家族は5人です。誰と誰がいますか？両親と兄と弟と私です。あなたの決心弁者スペンサーは誰ですか？母です。お母さんは何の仕事をしていますか？商売を知っています。どんな商売をしていますか？ここの商売をしています。どこで商売をしていますか？コックスバザーのラムで商売をしています。あなたの、お母さんの年収はいくらぐらいですか？300万高です。高ですね。はい、いつから日本語をやっていますか？4年の3月からからですね。日本語を始めたのはいつですか？はい、始めたのから。日本語始めたのはいつですか？去年の3月から。あなたはどのくらい日本語を勉強しましたか？6ヶ月日本語を勉強しました。日本語の勉強はどうですか？ちょっと難しいですが面白いです。第何課まで日本語を勉強しましたか？去年の25課まで。第何課まで日本語を勉強しましたか？25第5課まで。25課まで。25課まで。第何課まで日本語を勉強しましたか？25課まで。あなたの職業は何ですか？牧業です。牧業ですね。食べられないものがありますか？はい。何ですか？お酒です。お酒ですね。はい。あなたはタバコを吸いますか？いえ、吸いません。はい。お酒を飲めますか？いえ、飲めません。日本に旅行したことがありますか？いえ。ありません。日本に友達や親戚知り合いがいますか？いえ、いません。はい、日本料理食べたことがありますか？いえ、食べたことがありません。ありません。わかりました。日本の首都の名前は何ですか？東京です。東京はどんな町ですか？賑やかな町です。日本の旗の色は何ですか？緑と赤、白いと赤いです。バングラデシュの国旗の色は何ですか？緑と赤いです。赤いです。あなたは日本に行ってどこへ行ってみたいですか？京都へ行ってみたいです。
京都でお寺を神社みたいです。日本でどこに住みたいですか？学校の寮に住みたいです。初段生活大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、大丈夫ですね。今朝起きたのは何時ですか？今朝起きたのは何時ですか？今朝何時に起きましたか？6時に起きました。あなたの好きな色は何ですか？白いです。白です。なぜ白いが好きですか？部屋の色は白いですから、白いが好きです。あなたの好きな動物は何ですか？犬です。怖い動物は何ですか？蛇です。蛇ですね。あなたの好きな野菜は何ですか？トマトです。トマトです。好きな食べ物は何ですか？ビリヤニです。日本の料理の名前を教えてください。お寿司、ラーメン、天ぷらなどです。日本についてどう思いますか？日本は平和と安全国です。日本人は親切な人です。日本の外の東京です。東京は綺麗な賑やかな街です。富士山は日本で一番高い山です。桜花は日本で綺麗な花です。あなたの自分の国について教えてください。バングラデシュ人はバングラデシュは安全国です。バングラデシュ人は親切な人です。バングラデシュの外の名前はダッカです。ダッカは綺麗な賑やかな街です。バングラデシュ人はバングラ語で話しています。バングラデシュの有名なところはコックスバザーです。日本で学校の名前を教えてください。GAG Japanese Language Institute。 その学校はどこにありますか？福岡にあります。あなたはどうして福岡を選びましたか？福岡は素晴らしい街です。福岡で福岡の景色はとても綺麗ですから福岡へ選びました。いつ日本に行きたいですか？ビザをもらえばすぐにでも生きてです。はい、わかりました。はい、面接はここまでです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。